チボイス。さあ、このうさぎの集団は一体誰だということで、味から自己紹介お願いします。はい、ココちゃんこと林ココです。よろしくお願いします。はい、どうもよっぴこと青山しのです。ななみこと山下ななみです。よろしくお願いします。はい、みゆたんこと久保田みゆです。よろしくお願いします。低い低い。はい、みなみちゃんことみなみさきです。よろしくお願いいたします。はい、キャンリブこと向井リブです。よろしくお願いします。ふくおちゃんことふくおゆいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この7人でお送りしていきたいと思うんですけども、そもそもマッチボイスとは何ぞやということで説明をさせていただきます。はい、マッチボイスとは今をときめく人気声優たちがスタジオを飛び出し、いろんな街、お店、職場をブラブラしつつ、番組の最後には出会った人や発見、面白かったことなどを語り尽くし、街の魅力を声で届ける番組です。マッチはやったぜ。本日は浅草に来ております。はい、で早速私たちがお邪魔しているのはここハッチ浅草店さんになります。なので、うさぎのぬいぐるみを用意いたしました。最初の今回は面白かったですが、シュールでしたね。喧嘩しないで。野生が出ちゃった。控えて控えて。はい、そしてここはですね、なんとスカイツリーを目の前にした。本当だ。今気づいた。はい、とっても贅沢な立地になっております。で、今から浅草回っていくんですけども、浅草のイメージってありますか？イメージ。やっぱり雷門とかです。あと花屋敷とかありますよね。花屋敷今から行くのはちょっと暗いかもしれない。やってるかな。浅草寺とか。確かに。修学旅行で行ったことあるよって人。浅草組でございます。なんかどこ行きました？それこそ花屋敷に行こうと思ってたんですよね。そういう時期もあったり。実際に行ったんですけど行けなくて。入れなかった。そっか、自由行動とかだったのかな。なるほど。ココちゃんは？私は仲見世通りにちょっと歩いて食べ歩きとかしたりしました。何食べたの？ちょっと覚えてない。覚えてない。そうですね。そんなわけで今から街ぶらするんですけども、2つのグループに分かれたいと思います。はい、発表します。A チームみゆたん、ななみん、よっぴー、まさかココちゃん、なんか偶然。A チーム、です。この A 知ってんな。この A の意味を知ってるから始まる会社にお伺いしてもエーベックス。息が合ってないぞ。ピー入れなきゃかもしれないじゃん。うちの会社厳しいからさ。言うとこエーベックスなんですよ。ほら。はい、そして B チームはみなみちゃん、ちゃんみぶ、私。はい、S チームではなく B チームでございます。あれ、実は私たちやっぱり S が好きっていうラジオ番組をして。急に宣伝が。このチーム分けは独断と偏見でマネージャーがしました。ね、ちょっと。はい。マネージャーがしました。気になるね。そして特にルートは決めておりません。自由行動です。なので街ブラが終わったらここに帰ってきてください。そしてお互いに行った場所や通った道になったものを今から私カメラで撮ってきてください。じゃあ A チームは目が合った。はい、ななみ。いや、カメラといったらななみだから。本当？そしてチームはカメラといったらななみだから。ブログ用にもね、写真、イベント用の写真を撮ったりもするし、さすが腕はちょっと上げてきてるんで楽しみにしててください。似合う似合う似合う。すごい似合ってる。はい、そして B チームはやる。私じゃあみんなお願いします。極力映りたくないので、そういう理由で撮ります。可愛い女の子撮るのが大好きなんで撮ります。でも A チームの方が撮りたい。実は仲いいんで。よかった。番組の最後にですね、撮った写真を紹介しちゃおうと思います。それでは準備はいいですか？では浅草の街へ出発。そんなわけで、マッチボイス詳しくはこちらをご覧ください。なんと視聴者プレゼントもございます。プレゼント内容はこちらの似顔絵です。あげちゃいます、皆さんに。大事にしてください、皆さん。今日ここで語った内容はですね、語り部マーケットにて語れますので、ぜひこの番組の感想、私たち声優にやってみてほしいことなども含めてどしどしコメントください。はい、そして気になる次回は全員男性声優の方々がどこかに行くみたいですよ。呼ばれなかった。ちょっと男性声優かな。ちょっとね、男性のところ。新しいです。無理やりそのままでいた。新しい。はい、お楽しみに。